はい、ライブライブ、近未来編続きいきますよ。とりあえず、このじいさんがね、この言ってた、この、まあ、フラグっていうか、一応メモを取っておきました。ピンクの像を触って本を読む、木琴を叩いて青いマスクを触り、ブリキ大王をよく拝むとね。したら、手を洗ってからトイレにしゃがめとね。この、部屋、この、なんていうか、まあ、骨董品屋なんで、ここで、そのフラグを立てるのかな。木琴はありますね。木琴あるんですけど、ピンクの像、ピンクの像、ピンクの像ってこういうのかな。ピンクの像、どうなんだ？ピンクの像を触って本を読む。本？本ってあるかな？本。こっちはもう、本を読む。本。本ありますか？本ないですよね。で、青いマスク。青いマスク？よくわからんな。青いマスクは。青いマスク。青いマスクで、まあ、ブリキ台をよく拝んで手を洗ってからトイレにしゃがむ。なるほどね。まあ、よくわかんねえな。ああ、ちょっと心読んでみましょうか。無理くさいの。ああ。青いマスクはこれだね。ピンクの像ってどれだろう？これか。そして、本。本ってある？本ってあるか。あ、本これか。ちょっと待って、もう一回最初から行こうか。ピンクの像に触って本を読む。木琴を叩く。そして青いマスク。青いマスク、ブリキ台を拝む。ブリキ台を拝む。拝みましょうか。これだ。はい。ナーム。いいのかな？そしたら手を洗ってからトイレにしゃがむとね。これで合ってんのかな？ちょっと不安ですね。最初、一番最初、青いマスク触っちゃったんで、その後、まあ、ピンクの像を触りましたけど、それでね、リセットされてればいいんですが、手を洗ってから、はい。洗ってから、シャーカーム、はい。OK?OK だね。ミュージックスタート。いいね。OK だね。これで成立したんだね。さあ、ついに出陣するのかな？これと誘拐事件は何がどう関係あんのかな？まだまだ謎な部分がね、多いんですけど、お、かっこいい。スイッチは5つある。さあやってみろ。いきなり動け。ブリキ大王。念力を送って、あれ？動け、ブリキ大王。
どうしたらいいんだろう。Y ボタンか。違う？Y ボタンで、ちょっとどうしたらいいか分かんない。全然分かんない。どうしたらいいんだ。あ、こういうことか。これも外れ？こっちか？電気が消えた。これでもないのか。これでもない。あ、間違った。どうしたらいいんだろう。全然わからん。くるくる回って、全然わかんない。5つでしょ。1個2個3個4個5個だよね。これでいいんじゃねえの。ピンポンって鳴ったけど、押す順番とかあんのかな。もしかして、わからん。わかんねえよ。出る。あ、トイレとつながってんのか。いや、わかんねえ。5つある。さあやってみろ。あんまりにもこれ抽象的なヒントになってませんからね、これ。あ、強化パーツ使うのか、もしかして。ロボットの強化に使用します。いや、でもアイテム使うようなね、選択画面じゃないですからね。ダメだ、くるくる回って。違うな、どうも。あ、これはタロイモを強くさせるためのアイテムなのか。じゃあ全然違う。わかんねえ。だって全部ダメですよ。5箇所やってみたけどさ。あー、もう全然わからん。お手上げです。攻略サイト見るかな。教えてくれたっていいじゃんかよ。どうしたらいいんだこれ。ダメだ。ピンポンって鳴るだけでね、無理くさいの。いやー、ダメだ。教えてくれてもいいじゃんかよ。わからん。お手上げだ。
お、順番とか関係なさそうですけどね。あるのか、順番。でもね。いやー、わかんない。夜間が落ちてくるし。ピンポンですよね。アイテム使う感じでもなさそうなんですよね。あー、わかんない。すいません、ちょっとね、ここ攻略サイト見ます。ちょっとお手上げです。もうできればね、見たくなかったんですけど、申し訳ないですけど、少々お待ちください。今ちょっと携帯でね、調べてみたいと思います。ライブはライブ、あ、出てきたね。ライブはライブ攻略。どうしたらいいんだろうな。いやー、見たくはなかったけど、しょうがない。ね。どこだ？あれ？どこだ？ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。あー、たい焼き買いに行くの忘れたね。あれ？書いてない。あ、書いてるか？5つのボタンを調べる。ブリキダイオが動かず。コックピットを出て便座に座り、ブリキダイオから降りる。え？なんじゃそりゃ。それでいいのか？やはりダメか。これが正解か。なんだ、どうあがいても動かねえのかよ。すいません。視聴者の方々、本当申し訳ないです。このかっこいい音楽に騙されましたね。もう完全にこれで発信みたいな感じになるのかなと思ったんですけど、はい、何かいいものがあれば持ってきてくれ。インスピレーションで何か発明できるやもしれん。何かパーツが足りないんでしょうかね。じゃあちょっとたい焼き買いに、子供たちにたい焼きあげに行きましょうかね。うん、いや本当に申し訳ないですね。本当にヘボプレイでね。寝るレベルが下がる。石、そうだった、忘れてたそうだった。これ両方石になっちゃったらね、多分ゲームオーバーですからね。やばいやばい、アキナも持たない。よし、もう一歩か。セメント攻撃はちょっと気をつけないといかんな。あれ？ヨアキラ、手伝ってけよ。はい。ちょうだいな。1万円？ 1 万円。冗談じゃない。バカ野郎、客見て商売しろ。殴られた。ここも危なくなってきたか。ほう。いくらがいいのか。100円ちょうだいな。300円、ありがとう。
バカ野郎、客見て商売しよう。ああ、100円か、やっぱ。100円。違うのかい。意味わかんねえな。この子100円だね。ご苦労だったな。これ持ってけ。これはたい焼きじゃねえか。うん。他の、この子100円だよね。ちょっと多めに持ってこっか。回復としても使えないかな。ああ、使えるね。じゃあちょっと多めに持ってこう。こいつはいくらなんだろう。1000円。値上がりした？まあ、いっか。あ、これが正解か。ご苦労だったな。よし。ど根性焼き。いいですね。ここ、回復アイテム、無限に手が入るんじゃない？大人だと1000円でいいのか。ど根性焼き。はい、子供には100円ね。オッケー。1万円のお客さんでどういうお客さんなのかな。それとも、いないのか。この3パターンしかないのかな。おじさんと、若いお姉さんと、子供と、おじさん、まあ、おじさんなのかどうなのか、わかんないんですけどね。あ、もうずっと少年しか来ませんね。お、来た来た。おじさん、多分おじさん、1000円。ちょっとここで、じゃあね、回復アイテム。あ、間違った。間違ったー。お、なんか仙人っぽい人来ましたけど。これ1万円じゃない？値上がりした？まあいいか。いいのかい。おばあちゃんかな？いいのかよ。三沢焼き。なんか、すごい効果がありそうですね。いいね。ちょっとここでごめんなさい。回復アイテム補充していきますね。今後のために。前回のね、前回っていうか、前回シナリオのね、あ、間違った。間違った、間違った。なんだっけ、幕末編。あれ、すごく、回復アイテムがね、不足して、苦労したんで、ちょっとここで回復アイテムを補充して。あ、間違ったー。三沢焼きが。ちょっと回復していきたいと思いますけどね。パイ焼き。あ、どっちでもいけんのか。おばあちゃんはどの値段でもいけんのかな、多分。多分そうだよね。1万円。よし。沢焼き、1000円。また来た、おばあちゃん。すごい、仙人。あ、間違った。また連打しちゃったよ。もういいかな。あと一人。はい。いや、泣きのあと一人。いやー、もう一丁おばあちゃん来てほしいですね。おばあちゃん来て、あー、少年か。おばあちゃん来てくれよ。もうダメかな。たい焼き屋ばっかね、やってるわけにもいく。あ、来た。じゃあこれ最後にしよう。はい。よーし。破産しますね、これだけね。差し入れっていうか、いっぱいもらってね。たい焼き11個、ど根性焼き9個、みさわ焼き3個。破産しちゃうんじゃないですかね。さて、あ。早いな、あいつ。
ここ行っちゃダメ。絶対もう石にしてくるから、さっさとここ抜けて、大元叩きに行きますね。タロイモキーク。ほら。あんま効かねえな。爆発、やばい。これ強いんだよね。あー、ロボット効かねえのかな？セメント攻撃。それはまたいい情報ですよ。OK。どうしようか、強化パーツ使っていこうか。レベル10。ホーリーブロー。ホーリーブロー。聖の視点、強力な拳と思わせる。剣、拳。そうじゃ、うわ、マジか、囲まれてるし。めんどくせえ。非常にめんどくせえ。どうする?どうする?マザーイメージ。まあまあ、いざとなったらタロイモキック、タロイモパンチでね。あ、届かねえか。まあいいや。回復アイテムいっぱいあるしね。こっちもそこそこ強くなってるからさ。お、まひった。けぇ、マザイメージ。オッケー、大元叩けたからね。よーし。あ、ま、回避しようと思ったんだけどな。マザイメージで一掃しましょう。タロイモパンチ、結構 HP 高いんですね。よし、オッケー、ちびっこハウスに戻ってきたよ。あげあげようか。じゃあたい焼きあげます。たい焼きならいいな。うーわ、なんだこいつ。じゃあドコンジュ焼きあげる。サンキュー。じゃあこれあげる。これはグラブじゃねえか。グラブ装備、グラブ攻撃力も全然上がらないね。むしろ素早さが下がっちゃう。こっちに装備できる？できるけどやっぱ素早さ下がるね。ダメじゃん。お土産あるよ。あ、ダメか。じゃあ少年たちに、子供たちにちょっとじゃあお土産あげよっか。どこだっけ？あ、ここじゃない。ここ園長か。どこだっけ？ここか？じゃないね。ここだ。それ、昼寝しろよ。たい焼き。サンキュー、じゃあこれあげる。これあげるものによってもらうもの違うのかな？遺産が。はい。ドコンジュ焼きあげてみる？いらない、ああ、いらないのか。じゃあ、たい焼き。味噌焼きまさかの。混ぜてやがる。子供からそんなうまいもん食ったってダメなんだよ。味噌は好きだからな。サンキュー、じゃあこれあげる。これはパワーリスト。例の件で話があるんだ。それに何込み、はい、いいですよ。ね、たい焼き。いいらない。この野郎、お前。人からね、物もらうのにね。
いらないとか言うなよ、お前。味噌焼きもらっときて、もらっといてよかったね。え？じゃあ何ならいいんだよ。園長のパンツ？まさか。いらない。何あげればいいんだろう。わかんねえ。この三つじゃないのか。300円のものか。ちょっともう一回行ってきましょうか。おばあちゃん出てきた時にね、300円で売りつければなんか、あーくそめんどくさい。逃げるよ。テレポート。すごいね、これ。え？家に戻ってきたの？家に戻ってくるのか。これじゃあね、ちょっと、よし！しょうがねえな、じゃあ倒すしかないってことか。まあ、いいか。まずはイメージ一発で倒せるからね。ただ、これ発動まで時間かかるんですよね。タロイモパンチ。ああ、カウンター。カウンターが何気に痛い。まだか？よし。発動まで時間かかるのはね、やっぱちょっと、11。いいですね。じゃあ、フリーズイメージ。着々と強くなってはいるんですけど、水の試練、氷の効果を与え、あ、装備するの忘れてました。いろいろアイテム手に入ったんで、勝手に装備。タロイモさん、タロさんにもね、勝手に、マイナスになったね。マイナス要素はあんまり、やりたくないんですが、園長のパンツ、頭にかぶんの？マイナスになるからね。ちょっとここは遠慮しておきましょう。おばあちゃんに300円。君は100円ね。はい。ちょっとおばあちゃん出てきてくんねえかな。少年しか出てこないね。あ、来た来た来た。これを300円で売ってみるとどうなるかな？ 300 円。冗談じゃない。違うの？三沢焼きでもないし、たい焼きでもないし、ど根性焼きでもないんでしょ？間違った？俺選択間違ったかな？だってこいつ300円だと殴られるよね。あ、バナナクレープ。あ、これか。そっかそっか。男の人、スーツの男の人は1000円なんだね。で、女性は300円。で、バナナクレープね。で、おばあちゃんは、1000円、1万円って感じなのか。で、ど根性焼きと三沢焼きってわけね。ちょっとバナナクレープ、クレープちょっともう一つ買っていこうか。買っていくってか、もらっていこうか。来た。300円。よし、行こう。あ、もう30分ぐらいまで来ましたね。じゃあちょっと一旦も、おい？テレポートで戻れんじゃね？
風呂場に。今度風呂場だ。毎回違うのかな？毎回違うんですかね。よし。お前の待ってたのは、これだろう？バナナクレープ。サンキュー、じゃあこれあげる。これはキャップじゃねえか。帽子かよ。後でトイレに来て。後でってどのタイミングなんでしょうかね。シャンプーハットより、キャップ。太郎さん、シャンプーハットつけれる。おお、上がるね。じゃ太郎さんはこれでいきましょう。よし、じゃあ、とりあえず一旦これセーブしますか。じゃあ次はトイレに行くのかな？トイレで待ち合わせんのかな？ちょっとまだどうなるかわかんないんですけど、とりあえずここで一旦動画切ります。まあいろいろね、ちょこちょこ、あっち行ったりこっち行ったりしますけど、まあ基本的にこの近未来編すごく楽しんでやれてます。はい。続きもね、よかったら見ていただければなと思っておりますのでね。はい、じゃあ次回の動画でね、またお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。